号砲鳴りまして、第8レースの A 級チャレンジの決勝戦のスタートです。まずは1番の小野龍一郎からのスタートです。さあ1番の小野、今日は前々から流れを見て自在の構えとなっていきます。今回は1着2着での勝ち上がりです。小野に関しましても近歴先行2者という帰路に立たされておりますが、5番の隅が動きを見せました。7番の青木を抑えに行きます。第2コーナーからバックストレッチに入ります。5番の隅がここで踏んできました。近畿はどうやら先行体制、5番の隅が気づきます。1番の小野は2番手インで粘りました。3番の鈴木のインコース、しかし3番鈴木は3番手に入る。7番の青木は後方から一気に仕掛けてくる。4コーナーを回ってきました。さあ両者の踏み合いになった。さあここはルーキー5番の隅とアウトコースから7番の青木康隆。7番の青木が前に出切っていった。さあ第2コーナーから最終バック、7番の青木康隆もは切って先頭主導権。2番の藤井が2番手、3番手2者並走、5番9番の3番手並走で最後3コーナーから4コーナー。さあ3連勝完全優勝まであと1歩か。7番の青木、後ろから2番の藤井達也となっている。さあ人気の7番の青木康がもがき切っているがどうか。ゴール線外から9番後藤拓也か。